中国最新鋭ステルス無人機初公開、アメリカの試作機と告示というね、こちらも続けて深入りまいりましょう。おそらく多分この記事の通りなんでしょうね。ああ、そうですか。結論から言うと間違いませんか。というのはね、無人機と無人機で、ない有人機との違いを最初にちょっと説明します、はい、何かというと無人機って、もし万が一何かがあっても人は死にませんよね、はい、で人が乗ってる飛行機と人が乗ってない飛行機何が違うかっていうとね、人が乗っているいわゆる戦闘機は人間の体力の限界っていうものを考えなきゃいけないんですよ。で空間式失調って言いまして、飛んでる時にねハッと上と前がもう上とあの下がね分からなくなってバーッと落ちたりとかっていうのがあるんですよ。で、あの F-15 戦闘機なんかの 9G 自分の体重の9倍の旋回するときにガーッと重力がかかる、そうすると自分の体力の限界がその戦闘機の能力の限界でもあるんですよ。どれだけハイテクの機械でも、ところが動かすのは人間ですもんね。これが無人機だと機械の限界でいいんです。人が乗ってないから、人が乗ってないから機械の限界でもあるし、弾がどんだけ飛んでこようが、この無人機は怖いと思わないですよ、だからそのままその誘導するまんま偵察もできるし、もちろん爆撃だってやるし、というようなことで無人機っていうのが今注目されてるっていうのは、人の教育もいらないですよね、まあ、ある意味じゃもう、おもちゃみたいなもんですよ。ぐっと今出ましたね、映像が。今こんな感じ、ね、こちらですね、はい、でこれなんかっていうのはもうそのコクピットに見えるようなところって何もないです、ね、これがその X47B の方ですね、はい、のソルブクラマンが開発してるものなんですけども、まあこれはおそらくその航空機というのは真似事の世界です、自動車も真似事の世界なんです、はい、基本的には日本だってまあもともとその今の自動車大国日本を作る前っていうのは外国の車の模倣っていうものがやっぱりあったんですよね、だけどもやっぱり中国のやっている今の手法っていうのは先ほどありましたサイバーでね、ちょこちょこってやっぱりこう盗んでくるっていうような形のことがあるだろうし、なかなかね、この一朝一夕にね、はい、戦闘機の開発だとか航空機の開発ってそうそうできるもんじゃないんですよ、今でもやっぱ航空技術が優秀な国というのはですね、はい、戦前からも航空機を作り続けてきた国でしょ、伝統がね、考えてください、日本でしょ、でアメリカね、GM やら、ありますよね、アメリカのクライスラーやら、イギリスロールスロイスもあります、ドイツダイムラーベンツがある、ね、フランス、ですからイタリア、こういったような国々っていうのは見てください、戦前からずっと作っていて、しかも自動車立国なんです、自動車も知識集約型の産業で、あれだけ小さいいろんなさまざまな技術を、はい、この自動車という、ね、移動体にこう集中させてインテグレートするんですよね、こういう技術がある国が、やっぱり戦闘機も作ってきたし、はい、同様にやっぱ潜水艦もそうですよね、ほう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 、だけどもこれ中国がね、もともとこういう技術を航空機だとか兵器の技術っていうのは、ずっとかつてはそのソ連の技術をそのまま真似て、あるいは学んで、はい、それからパクって来たわけですよ、だから実際にこれ本当に作ってみた時に、飛ばしてみた時にどれだけの性能を発揮するかどうかというのはわからない、実際、いや中国がステルス機って言ってますけど、見えてるかもしれないです実はアメリカ軍も自衛隊も見てるかもしれないだけども飛ばしたぞって見えないなあ、これなこれなこれな見えないって言ってっていうのもありなんです、潜水艦の居場所と一緒ですね、うん、ドラ叩いてるようなね、どこ行ったんだっけな、どこ行ったどこに潜ってんのかな、あここねって子供と鬼ごっこする時と一緒分かってんですよ、ここに、あ机の下にいるなって、あれどこ行ったんだろう、あれおかしいないねえな、どこ行ったの、あらら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 、あいたでも年々進歩してるはずじゃなかったんですかね、多分進歩してるんでしょうけれどね、進歩してるんでしょう、まああんまり舐めてかかってると偉いことになりますけどね、気がついたらって、そこは柴田さんは侮れないですよね、いやこれはね、やっぱりこういうものは、その外見はね、似たような形になるんですよ、どん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 追求して、で前あったもの
は参考になりますよね。だから中国の場合はもう外見はまず参考にして取っちゃうんですね、はい、でこういうそのそれとパクリの精神っていうのがありますからね、どっか悪いかっていうそういう感覚ですから、うん、だからソ連から輸出した中国へね、これなんかもうソ連が困っちゃうと、持ってきたらすぐやる、日本はブラックボックスのところはね、ブラックボックスでアメリカに聞いていろいろこう正直にやるでしょ、彼らはそれやらないから、だから外見は似たものになるんですよ、だから第6世代の戦闘機だって第5世代の戦闘機だって外見はよく似てるじゃないですか、それから最近作ってるステルスの船、駆逐艦とか、あれもね外見は非常にみんな似てきますよ、だから問題は中身ですから、そこはなかなか真似できないからね、見えたものでも見えないとか言ってるかもしれませんね、そうですよね、外見とは違う、やっぱり内臓脂肪がいっぱいある、あ私のようなのと同じですよ、ね、そこはね、いやもうね、そうですよね、一見気痩せしてるけどみたいな、そうあの、ね、中国の場合今、お話ありましたよね、リバースエンジニアリングって言うんですよ、リバースエンジニアリングって何かっていうと、はい、完成品買ってくんですよ、バラバラにするんですよ、あ同じ部品を作ってって組み立てる、はい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 、世界中のものづくりって皆さん分かります、これを作るためって図面を引くんですよ、でこの素材を何にしよう、この寸法はどうしよう、っていうことを基礎研究をやって積み上げていって作るんですよ、ところが中国の場合完成品買ってきて、それをバッと分解して、リバースエンジニアリング鉄砲伝来したばかりの頃の日本の刀鍛冶みたいな感じですけどねだからね形は似てるんですけども本当中身は分からないっていうのはそういうことですよね、ただまあこれ本当に舐めてかかってるとね、えらいものできたりとかしますしね、はいはいはい、やっぱりよその国から持ってこられると困るな、ね、そうですね、絶対数が違うもん、そうなんですよね、そこがまさか日本からなんてことにはね、なってほしくないでしょ、なんかもうこの無人機なんか、多分なんかその日本の技術なんかあるんじゃないかなと思いますよね、一旦だけでも応用されたらたまったもんじゃないですからね、あの昔はね、日本のちょっとしたテレビゲームでもね、これ輸出するのもできないぐらいの企業秘密っていうのはね、この日本の民生品ってものすごい技術があるんですよね、ですごいハイテクで、子供用のテレビゲームですら、ね、はい、兵器に転用できるんですよね、だからよくあの北朝鮮の工作船やらね、ミサイルがね、秋葉原製だっていうふうに揶揄されるのがね、 あれってのは本当にその日本の民生品ってちょっとしたね、ものでもね、それはもう丈夫で壊れないですもん、シャレで済まない話ですよね、本当に本当にありがとうございました。